山口敏太郎の読書生活。今日ご紹介するのは、サイゾウです。僕も今まで2度3度出たことがあるんですけども、紙媒体のサイゾウですね。ネットの方はかなりお世話になってます。サイゾウの関連会社であるトカナさんとかですね、サイゾウ本体、いろいろ記事を納品させていただいておりますが、紙媒体のサイゾウ、忙しくて最近読んでなかったです。久々に読むと非常に面白いですね。結構びっくりしたのがですね、右翼、寝とうよりね、セリンドが寝とうようになってしまって、甲府の科学に乗っ取られるみたいな記事がですね、割と飛ばし気味でびっくりしましたね。あとですね、面白かったのは、あれですね、世界一過激な動画メディアという、こういう記事も面白かったですね。ね、びっくりしたのはですね、北陸新幹線と連動したき、あ、あとね、こんな感じでね、前田明さんが載ってますね。前田さんの前田明ゼミ in 西宮ということですね。4月11日にやるみたいで、もうチケットはもう完売したみたいですね。前田明ゼミというのをやってるんですね。論客前田明が、どんなふうになってるのか非常にちょっと楽しみなところですね。それとは他にですね、他の記事もあります。北陸新幹線、山陰まで通さねば、富士山が噴火、陰陽師が警鐘を鳴らす走行ルート。これ誰がこんなこと言ってんだろうと思ったら、知り合いでした。竹内さんというですね、竹内の宿根の子孫と称する方で、神主さんですね。で、カリスマの予備校の予備校とね、カリスマ講師ということなんですけども、非常に面白いですね。あれですね、大和の執事である沼川姫は出雲大国主の妻です。この2人によって大和と出雲はつながったのです。だから、いずれは山陰まで新幹線を通してほしい。そうすれば翡翠文化圏のような隆盛が復活するはずです、ということを書いてますね。いろいろ面白い考え方ですね。日本は、ちょっと最初に遡りましょうか。日本は火山の熱によって世界に先んじて人間が暮らす環境を整っていました。そこで生まれた文明を携えて、出雲人と大和人が大陸に渡り、シュメール文明を築き、ちょっといきなりかなりこれ、割と大胆な説ですね。陸路と海路で日本へ戻ったという説もあるほどです。しかし、北陸新幹線開通による地流の乱れは今、日本を支えてきた最大の火山である富士山に影響を与えようとしているのです。ああ、これは怖いですね。こう記事を書いてます。まさか、ここ数年話題になってきた富士山の噴火危機が北陸新幹線開通によるものだったとは。僕もびっくりしました。今から7000年前、日本海側に翡翠が産出し、繁栄した時期があったという記録にも注目するでしょう。中でも翡翠がよく取れた新潟県の、糸魚川、駅前には、沼川姫の銅像があります。なるほどね。で、これがも出雲大国主の妻だから、それをつなげば、日本が隆盛になるということなんですね。なるほどね。でも面白いですね。こういう風水的な話というのは結構僕は興奮しますね。この記事はね、知り合いが解説しているということもあって面白かったですね。他にもですね、意外とこの、あれですか、この火星予想図という謎の歌もこれ面白いですね。現代短歌というんでしょうかね、詩というんでしょうかね。なかなか僕はちょっと、触発されましたね。あとですね、あれですね、倉本天海さんのこの対談記事も面白かったです。元祖メンタリストの天海さんがね、こうやって取り上げられるということはいいことだと思いますね。あとですね、花熊優作さん、この緩い漫画も僕は大好きですね。久々に見て、サイズは面白かったなといった印象です。皆さんもですね、ネットのサイズだけではなく、
紙のサイズをもぜひお読みになってください。